はい、皆様どうもこんにちは。今回からこのドラゴンボール Z カカロット、これね、視聴者たちからもかなり好評でおすすめされたんでやろうかと思っているんですけど、まあね、DBDBD とか、あとドラゴンボールのスパーキングとか、いろいろそういうドラゴンボールのゲームをやってきて、まあ僕、私はドラゴンボールが好きですと、そういう人たちにはめちゃくちゃおすすめのゲームらしい。難易度はまあアクションゲームが得意な人向けの難易度って書いてあるから、まあ一旦ハードでやりましょうか。ムービーのクオリティがめちゃくちゃ高いらしいんだよな。ドラゴンボール Z からのあれかな、今のメンツ的に。ご飯、いや、どんぐらいがっつりストーリーあるんだろうな。ドラゴンボールスパーキングメテオとかだと、まあ、ざっくりね、ストーリーカットだったん、カットっていうか要所要所の熱い戦闘しかなかったんですけど、ネイル VS フリーザーとかある。いや、ドラゴンボール無印の時代からやるのかなと思ったけど、さすがにそれはタイトルカカロットなんで違うっぽい。ピッコロ来た。来たな、ピッコロ。いや、ラディッツ戦、たまん中で手合わせでもしねえと生ちゃうかな。ぶっちゃけでもさ、こっから始まったらさ、一番最初のラディッツと戦うまでにそもそもなんか雑魚戦みたいなのないじゃん、ドラゴンボールって。一生ボスラッシュみたいな感覚なんかな。なんか謎の戦闘始まったけど、チュートリアルかなこれは。始まった。バトル中の基本操作、まあ、これはチュートリアルっぽいです。したら普通に覚えよう。なんかスーパーアーマーみたいなのついてる。何これ、痛い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 。なんか近寄ったらこのウリアで全力で来い。やばいやばい、こいつちょっとね、それやめ、危ねえ。な、何これ、ちょっと待って、はい、まあ、大体やり方は分かったぜ。俺体力1だったけど。俺チュートリアルじゃないの、がっつりこいつ殺しに来てたの。何、俺なんか全部の操作方法まだ俺分かんなかった。ギリギリ1耐えたのか、単純にピッコロが攻撃やめてくれたのか分かんないけど。うわ、ラディッツ来た。俺なんかだいぶネタバレされるけど、相当ネタバレ受けてるけど、これいいの。ヤジロベエとかもちゃんといる。サイヤ人襲来、限界パワーの挑戦士。いや、熱いな。割としっかりありそうだった。さあ来ました、始まったぞ、ラディッツ。なんかラディッツもうちょっと深掘り欲しいよな。弱虫ラディッツ。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。こんな声だったな。誰の声優だっけ、ラディッツ。なんか有名な声優だよね。貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。ナッパよりもよっぽど強そうなの。あー、謝ってる。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。絶対こいつポジション的にベジータの相棒とかのが面白そうだったの。うまくやる。あ、そうだ、バギーだ。またしくじった時は覚悟しておくんだな。もったいないよな。 そうだ、思い出した。主人公の兄がこんな弱い漫画もそうそうない。別の星に送られていたはずだ。見た目は結構かっこいいんだけどな。まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。なんか昔この辺でラディッツがやられたあたりでさ、ベジータがさ、宇宙人の肉食ってたよな普通に。どこの星だ。カニバリズム。そう、確か地球って星だ。スーパーサイヤ人3、絶対ラディッツに影響されて作ったよな、あれ。あそこでお兄ちゃんと同じ髪型になるっていう。しかしその地球を制圧したという。すげえ熱い展開なのに。報告もない。何をしているカカロット。一生再登場しない。ラディッツとバーダックと悟空の親子カメハメハ見せてくれよ。教習サイヤ人始まった。いや、でもこれは本当にもうベジータと戦うまではいろいろあったと思うけど、何すんの。ピッコロと謎の手合わせも終わったし。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。子供ご飯かわいい。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。あ、頭の中でだから殺されなかったんだ。強いやつ。あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロとご飯の絡みを見たいね。ずっと目は
ッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコラ、オラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。ピッコロ大魔王とピッコロが同一人物じゃないってことを、あいつとまた戦えて、知らない人も多そうだよ。僕戦うなんて怖いよ。ドラゴンボール Z から見てる人が一番多そう。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あ、父、この頃の父はまだ可愛いぞ。いけねえ。そういや食い物の材料は無印の父が一番可愛いんだけど、父に頼まれてんだった。無印大人父が一番可愛い。何がいるんだっけな。ちゃんと悟空こんなお父さんみたいなことしてたんだ。お魚とリンゴだよ父さん。ああ、そうだった。何これ。じゃあこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。え、うん、僕さ、もうなんかあまりにもイベントがなさすぎて、もしかしてリンゴ探せイベントある？悟空使ってリンゴ探すとかいう、そんなしょうもないことすんの？え、なにこれ、オープンワールドなの？あ、動かせる。張り切りすぎて。なにこれ。あ、こういうゲームなんだ。なんか遠くまでは行ってねえはずだが、移動の仕方キモいんだけど。ドラゴンボールオデッセイだこれ。悟空がなんか真面目に走ってるだけでちょっと面白い。高速ダッシュ、うわなにこれほんま。あ、いや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 、ちっちゃいなお前。あ、これ取ってほしいのね。よし、まだお前こんなのも取れないのか。ほら行くぞ、とっとと。お母さんに怒られる前に行くぞ。リンゴはこれくらいでいいだろう。いや、ちゃんとじゃあこれ、ご飯、漫画とか物語にない悟空のこういう意外な一面も。ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちゃった。あの悟空が自分の子供にリンゴ取ってあげるなんて。魚捕まえたら蹴るから、お父さんしてる。そんな時期もあったんだ。まずは釣り場に行かねえとな。設定5点とかにこんなことしねえから、でもあまり早く歩かないでね。もうご飯もうなんか抱きかかえてくれよこれ、遅えから。そう、歩幅合わせてあげないと。ちゃんと育児芸だこれ。しっかりお父さんしないといかん俺。僕疲れちゃった。おい、グズがよ。もう歩けないよ。殺すぞお前。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。優しい。うわーい。優しいの。へえ、ご飯のお父さんってピッコロじゃなかったんだ。うわーい、高い高い。おお、平和なる日常。さては父ちゃんを騙したな。なんかこの時点でちょっとエモいんだけど。甘えやがって、しょうがねえな。はあ、これはちょっと確かにファンからしたら嬉しいゲームかもな。大きくなったら何になりてんだ。ね、あ、学者さん目指してるわ。偉い学者さんになりたい。おめ変わってんな。父が学歴中だから。な、無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。才能の塊なのにもったいない、うん、僕戦うのやっぱり怖いよ。実際あの大人ご飯ってどんぐらい頭いいんだろう。釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。走ってくれねえか。俺が学園長の頃やってたやり方教えてやっかな。ご飯が歩いてた方がまだ早かったんだけど。ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。釣り、釣れる。餌とかにこれ、あれ5点使ったりする。5点じゃない、ご飯。あれなんか、なんか取り出したけどポケットから。え、これなんか絵面やばくない？すげえ長い極太のうんちしてるみたいじゃない？なんか池に。説明ないのこれ。あー、来たー。ほい、グッド。あ、もうちょっとあれか、真ん中ギリギリでやった方がよかったか。しかもなんか思ったよりもでかいな。巨大魚の縁側だって。やったね、お父さん。よし、うん、さあ、それでは帰りましょうか、家に。え、なんかここぞとばかりにイチャつくな、こいつら。金刀よーい。まるでいい父親かのように。うわ、金刀運乗ってる。よっしゃ、しっかり捕まってんだぞ。如意棒とかもあんのかな、まだ。うわ、恐竜さん、恐竜さん来た。アニメとかだと恐竜さんよく出てくるけどね、ご飯の修行の時に。恐竜さん、なんかオープニングにもいたもんね。うわー、あ、これ金刀運も使えるんだ。ちゃんと探索しないで。金刀運早い早い。
なんかシュールなんだよな全部。おっせー、キントン。悟空普通に地上走ってた方が早かったよお前。さあ着きました。あー父、でもやっぱもうこの頃可愛いって思ったけど。食ったぞ父。だいぶもう年いってるな。食い物取ってきたぞ。ただいまお母さん。だって結婚した時で20とかだもん。遅いぞ悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって修行もしてたしな。父はあんま人気なさそうだよな、女キャラの中でも。今日は無限道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。言うてドラゴンボールの女キャラって18号ブルマ B 出るこいつぐらいしかないけど。わりわり今度から気ぃつけっから。もういいな、こんな旦那持ったらな。ほら弁当作る準備しねえといけねえからうちの中に入るだ。普通に社会的にゴミだからな悟空って。ジャンプ主人公にしては珍しいぐらいのクズだからな。お弁当料理について、え父が作ってくれるの料理。魚の煮付け、割と普通なもの食うな。こんなんで悟空の腹膨れるのか。さっきこいつらだって丸ごと食ってたよ魚。あ、料理してくれてる悟空さん。いつもこうやって働いてくれればって俺もう早速愚痴られてるやん。お父さん家狭。今からと無天老師様っちゅう。あ、亀仙人。俺が世話になったお師匠のとこだ。亀仙人のところにワンチャンクリリンとかいないかな。俺クリリンもすげえ好きなんだよ な。うわあ、悟空とクリリンが弟子入りを認めた亀仙人。クリリンがあの亀仙人の石投げ捨ててなんかまだずるかった頃の。こんな感じでじゃあドラゴンボール時代のやつは思い出としてあるんだ。キントン。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。いやこれラディッツ編やるだけでもすげえ時間かかるんじゃないの。ご飯ちゃんに渡すもんこのペースだと思うと。忘れちまっただか。ああ、あれだな。みんなにまず挨拶回りからしないと。うわー、出た綺麗な玉。スーシェンロン。こいつはスーシンチュっていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。全然スーシェンロンじゃなかった。ご飯ちゅうおめの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。マイナスエネルギーの方。そうなんだ、よく似合ってるだ。 GT はさすがにないだろうな。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。俺は GT 好きなんだよ普通に。亀仙人とこまで行った。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。始まりました。あるものは莫大な富を、またあるものは王の座を願い、思うがまま手に入れたという。じゃあ今までのは完全にチュートリアル的な感覚だったのかな。こっからが本当の始まりなんじゃない。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。え、このクオリティでさ、しっかり魔人ブー編まであるの神じゃない。うわ出たよ。よし来たぞ、カメハウス。孫くん。あ、クリリン。悟空。よ。ブルマこんなショートカットだったかこの時。なにその子。オラの子だ。この前みんな知らなかった。悟空の子。結構年取ってるよな、もんな。そうだよ。え、変化。何年ぐらい会ってなかったんだこいつ。あ、はい。こんにちは。え、ブルマ可愛い。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか、死んだじいさんの名前をつけたのか。いやこれ亀仙人からしたらちょっとうるっとくる展開だよな。いい名前だろ。昔の弟子の名前つけてるってことでしょ自分の。うわ、みんな久しぶり。再会したクリリンと話をしよう。なんかちょっとワンピースオデッセイみたいになってきた。オラがご飯を着ててやろうとすると怒んだ。いやなんかなんかその直前の会話がずっと流れてたけど。お父さん、あれなんだろう。さあ、じゃあ進めていきましょうか。まあ、なんだろうな。いやでももうここに来たらすぐラディッツ戦始まりますよ。なんか何戦かチュートリアルでトレーニングしてみましたけど、だいぶ難しそうでしたね。ハードラディッツ大丈夫かな。普通にボコられそうな気がするんですけど。クリリンとかピッコロですらあれだったのに。いやでもピッコロとの共闘だと考えたら。あ、お前はお、DBDBD の戦闘力5のおっさん、耕すしかないぞお前。これ過激なシーンもちゃんとあんのかな。DBDBD 隕石じゃねえぞ。
うわー、じゃあもうピッコロが仲間になってくれて一緒に戦ってくれるんだったら分かんないけど、1対1だったらちょっとまずいですね。全然スパーキングメテオじゃないもん。だってお兄ちゃんこの時点での強キャラ感すごいんだけどな。漫画だと最初のあんな弱虫ラディッツみたいな絡みはないんだ。やはりこの星のやつらは生きていたか、カカロットのやつめ。いや、普通になんか変態な格好してんのにさ、これ変態でクソダサい格好してるはずなのにちょっとかっこよく見えてしまうもん。戦闘力たったの5か、5耳名言いただきました。う、動くんじゃねえ。あ、うわ、キャッチ。そんな、なんという脆い民族だ。次のレーダーが決まりました。レーダーラビッツ、大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。この時の戦闘力はどんなもんだったかな。なんか確か1200とかその程度じゃなかった。まだ戦闘力がインフレする前だから。だからあの戦闘力5のおっちゃんが400人ぐらいいたら勝てるラディッツに。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。まだ尖ってたじゃんピッコロ。だいぶ尖ってたじゃん。あ、ピッコロ使える。よかった、なんか違うキャラも使えるんだ。おお、ピッコロさんの全力ダッシュが見れるのはこのゲームだけですよ。いっか。おお、ちょ、なんかさっき車走ってたんだよな。車と並走したい。あ、いたいた、車いた、車いた、車いた。待て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 、車より速いやん。よし、来たぞ。あ、バッタンコ。カカロットじゃない。一緒ぐらいだもんね、この時戦闘力。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。ナメック星人知ってんのか。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。ナメック星人の戦闘タイプのあの戦闘力考えたら相当弱いよね。役位性がいいな。ピッコロってこの頃生まれたての赤ちゃんみたいなもんでしょ。うん、戦闘力322。こんなやつもいたのか。そんなに低かったか。俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。お、戦うんだ。え、巻き夢でしょこれ。おい、絶対巻き夢じゃん。これが瞬間移動すごいする。いや、いや、ワンチャン、この戦法できるか、ワンチャン。爆撃だ。あー、サイクルまで痛すぎ。え、これやっぱ巻き夢か。嘘。え、巻き夢じゃないのこれ。もう一回、もう一回、もう一回、あ、もう記憶ない、記憶ない、危ない、パニッシュ。もう一回飛んで、あ、よかったよかった。その程度か。あ、よかった、途中まででいいのね。びっくりした、もうこれ倒さないと進まないのかと思った。絶望感やばかった。でもなんとなく分かったわ、操作方法。今度はこういう感じのゲームね。では技の見本を見せてやろう。しかもこいつの技ちょっとかっこよかったし。ん、もう一つ大きなパワーが。やばかったね、ピッコロ。今度こそカカロットだ。命拾いしたね。こんな屈辱初めてだぜ。バカな。なんならピッコロの方が操作しやすかったまであるんだけど。一体やつは何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。遠距離攻撃はなかったけど、ハメハメハメみたいな魔漢光殺法を覚えたら絶対ピッコロの方が使いやすい。来るぞー。で次、じゃあ一応悟空も戦うのかな。もう戦いとは呼べない感じのあれで一瞬でやられるけど。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。お兄ちゃん、父親にそっくりだ。バーダック、カカロット。髪型だけだけど。この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。顔はラディッツの方がなんかバーダックにだよな。何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。
何もかも忘れてしまったとは。この時でもなんか亀仙人とかクリリンとかも言うていいだろ、戦闘力200ぐらいはありそうだから思い出させてやる。みんなで寄ってたかってかかったら勝てないのかな。人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。いや、これラディッツがちゃんと勧誘成功して普通に二人で地球侵略するイフストーリーも見たいよな。この星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人はラディッツすごい悪いやつみたいに書かれてるけどさ、別に悪くないもんね。そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。その使命を全うしてないの悟空の方だ。異端はレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。バーダックが送ったんだよな。もしそれが本当のことだったら、ギネと一緒に。ひでえやつらだ。おい、ここには月があるからなんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そのこと知らないんだっけ。ああ、何のことかさっぱりだ。悟空は知らないのか。もういい、クリリンの言う通りだよ。他の奴らは知ってるけど、本人には伝えたいのか。ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ベジータと戦ってる時にあ、じゃあご飯じいちゃんを殺したのは俺だったんだって。そういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全ての状態でもみんな隠してたの。宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。たったの4人かっこ非常に高値で映画でいっぱい出てきます。いい星が見つかってな。そこを実はもうちょっといっぱいいます。3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがかかブロリー、パラガス、ターレス。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がん。ほらこれね、普通にラディッツいいお兄ちゃんなんだよ言ってること。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。すごいいいお兄ちゃんなのに、ちゃんと説得から入ってる。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。ほら悟空が本人は無理って言うから、じゃあまあご飯でいいよって言う。ぶっ飛ばすぞ。話の分かるやつなんだよこいつ。やれるもんならやってみるがいい。これでラディッツが仲間になってね、ナッパをラディッツが倒すみたいなさ、そういう展開でもよかったよね。弱虫ラディッツとバカにされてたラディッツが悟空が来るまでに兄としての使命を果たす、そういう展開ありでしょ。兄ちゃんでも何でもねえ。ところで貴様、悟空の兄ちゃんいただきました。今日はどうした。出たサイクロンマンデー。いやサイクロンマンデー強すぎる。今度の星を急に目の前に現れるんだよな。次のターゲットはこの星だ。ジャンケングボディーブロー。ちょ痛い痛いんですけど、痛すぎる。よし、その程度の力じゃ。どっちが先に、なんか俺が削られる前に相手の体力を半分以下にしてればストーリーは進むわ。やられる前にやれの気持ちでいこう。まだ相手の動きをなんか回避のタイミングとか分かんないね。あー、いや俺はラディッツ擁護派だよ。ラディッツだって一般人とかに手出してないじゃん。かかろっとよ。あの戦闘力5のコミはあいつから銃撃っただけで。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。ご飯ふざけてるみたい。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ほらまだ改心のチャンスをあげるっていう。つくしょう。どれだけ懐が大きいやつなんだよあいつ。ピッコロも殺さなかったし。ドラゴンレーダー持ってか。そうか、ゴハン君の帽子のナッパだったらもうこのハゲたち生きてないよ。ドラゴンボールだったわね。クンっつってもう全員死んでるよ。コニーです。よし行くぞ。
一か八かだ。全員死んで悟空だけ連れてかれてた。お前一人では無理だ。来た、ピッコロさん。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。この頃の最強のライバルはピッコロだから。俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。サイヤ人編のベジータ枠だから。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も。始まった始まった。俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。元祖ツンデレですね。奴と仲間とやらを片付けたら、あんたのためなんかじゃないんだからね。貴様をぶち倒して。元祖ですこれ。今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勘違いしないでけ、しないでおねけだし。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。まあやっぱこのかつてのボスと戦う展開は、じゃ戦うじゃない、共闘する展開は王道だけど熱いよ。戦えんのかな二人同時で。あれ悟空ってこの時さ武器術使えるよね。キントーンの方が早いんだっけ。趣味でキントーン使ってるだけこれ。あーでもなんかここのこのね、飛んでくピッコロとキントーンの悟空のシーンは覚えてるわ。囚われのご飯を救え。ただ趣味でキントーン使ってるだけなんだ。サポートキャラクターメインストーリーに応じて、あー仲間と共に行動。これピッコロ走ってる。これがっつり置いててるけど、二人で走ろうよピッコロ。照れずに二人で走ろうよ。いいぞ、そろそろ下に降りて近づこう。これ待って、戦っていいのか。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのに気づいているはずだ。いるぞ、なんか真正面からやるしか道はねえわけだ。これ戦えるのか。ちょっと気段打ってみるか。ほら、おおおは、どちら様でいなかったのか。めっちゃある。魚の煮付け食うか。父からもらった魚のこれでラディッツを倒す。女房の愛情をね、力に変えて。あ、これ体力そのままなの。ん、やばいかも。警戒信号が戦闘力710。どこだ。上がったね。何、あのガキだ。ピッコロの2倍だからね。もう故障か。この時点でピッコロの2倍。潜在能力の塊すぎる。ここに向かってくる。一つ、二つ。本当にちょっとだけ悟空のが強い。戦闘力322と334。12だけ高い。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。昔はなんか子供の頃はこの戦闘力っていうシステム好きだったんだけどな、俺。数値化されてるの。遅いからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。ラディッツ、こいつなんか栽培マンの一体でも連れてきてるよ。とはこのことだ。お、我が一族の恥だ。おもりのあれを脱ぎ捨てた。どっちが一族の恥かな。最近のお前のお父さんはやたらいろんな、やたらいろんな番外作品で評価されてますね。痛すぎせん。よし、それで隠せるよ。あ、よかった、ピッコロやっぱちゃんとがっつり仲間になってくれてるわ。どこ撃ってんだ。カメハメハ、いいせん。いやピッコロさん、外でいくらし、外でいくらし、外でいくらし、めっちゃくいい。ピッコロ、ピッコロゴリス、ナイスナイスナイス。その間食べよう。溜めじまえはこっちのもんですよ。倒せ倒せ倒せ。これ赤い時は早く食べよう。おー、残虐入った。連続エネルギー切れ。お遊びはこれまでだ。え、もう全部削った。なんかまだ全然削ってなかったような気がしたけど。いやいや、結構検討してたでしょ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。ボコボコにされたぞお前。
せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。尻尾握っちゃえ。ラディッツの戦いがなんかちょっとかっこよかった記憶もあるんだけど、貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人は、でもこれのせいで一気にかませ衆が戦闘力が上なんだぞ。もうこのセリフがあかん。孫悟空スネオみたいで、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ここいいよね。悟空じゃなくてピッコロの方が一歩先を行ってんのいいよね。新開発したってのによ。本当か？最初で最後のピッコロが悟空の先を行っていた瞬間。無駄だ。さっさとくたばってしまった。神様と融合した後もピッコロの方が先行ってたのか。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。ドラゴンボールってね、技があんまインフレしないんですよね。カメハメハとか元気玉とか魔漢光殺法とか紀炎山とか昔からある技がちゃんと最新まで強いんだよ。しつこいやつ。魔漢光殺法ってその時点で言うの？その時点で言うの俺初めて知ったんだけど。え、アニメだとそうなのかな？撃つ時に言うんじゃないの？魔漢光殺法ってあの時点で言うんだ。魔漢光殺法って言ってから貯めるんだ。そしてコンピューターバカだからカメハメハ避けない。あ、なんだ？すげえ雑な役が出てる。これやってないやってないやってない、やばい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 、めっちゃ溜めてますって。まあ、あとちょいあとちょい、ちょいちょい、ピッコロピッコロピッコロも殺せ。こいつも虫の息だからいいのか、俺が助けたぞ。おい、終わったぞピッコロ。これで S ランクなのか、そんなボコボコにされて。何やっとんだあいつ。死ね。いやほら頑張ったのに。俺の知ってるラディッツの100倍強かったぞこいつ。あんな派手な技できたんだろ。んお戦闘力1330。この状態で1300ぐらいまでいくのか。指先だけに集め。そう、こいつら力を自在に操りやがる。あれ？あれは？ご飯は？油断したな。もう疲れたぞ。ご飯この後だっけ？貴様、お父さんをいじめるな。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめ。あ、そうだ、この後だ、そうだ、こいつ、あれだ、命乞いするんだ。騙されるなよ、孫悟空。寝任せを言ってるだけだ。この状態で魔漢光殺法てか、もう撃てよ、ピッコロ。信じてくれ、弟よ。普通にピッコロ撃てよ。信じてくれ。お前まだ魔族だろ、この頃ちゃんと。騙されるなじゃねえんだよ、お前が撃っちまえばいい。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。本当かな。そうだ、ピッコロもっと苦しみ。いつまで食べてんだ。近いぞ。魔漢光殺法って言ってからもう10分ぐらい経ってるぞ。これでは避けられる。一生懸命修行して開発した技クソすぎだろ。どうやって当てるつもりだったんだよそれ。俺悟空を倒すために作った技は欠陥すぎるやろ。クリリンにも当たらんぞこんなの。きた、うわすごい、なんかエフェクトが。覇王色の覇気。これで死んだらおもろかったのになんだあいつ。このガキ、一生に一回は絶対ある。悟空の、悟空じゃない、ご飯のガチ切りアタック。貴様まだそんな力か。ピッコロ早く。もうここに関してはもはや尻尾つかんでない。魔漢光殺法。もう一回言った。大事なことなんで二度言いました。もっとなんか魔漢光殺法みたいな感じかと思ったら割とあっさり
焦ってんだろピッコロも早く撃たなきゃって、マカコサバーって。お父さん、ピッコロのせいだよこれ。くそ、この俺がこんな奴らに。絶対ピッコロを同時キルできるタイミング狙ってたでしょこれ。最初の尻尾のタイミングで撃たなかったのそういうことよ。まだだ、まだ重なってない、標的が重なった、ま、今この瞬間を。カカロットのやつが己の命を捨ててまで。ドラゴンボール Z 始まって何話よ。孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。主人公何話で死んでんねん。何、この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めば。原作は2回食べてたっけ。どんな望みだろうと可能になる。死に生き返らせることだってな。くそったり。言うな言うな。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。自分がナメック星人っていうことをすら知らない緑がマウント取るな。これまでの状況は全て全部の始まりだよこれ。はあ、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺が悔しかったんだろピッコロも。二人がかりじゃないと勝てなかったの。必ずここにやってくる。絵面だけ見たらね、なんか悟空家の緩やかな日常みたいな。みんなで日常でお昼寝してる。一年、たった一年後だ。三人で寝転んでるところに親戚のおじちゃんが来たみたいな構図なのに。さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。いやーこれラディッツなんかな、番外編出てほしいな。ないのこれ DLC で。楽しんでおったな。ラディッツパック。俺ラディッツが好きなわけじゃないんだけど、バーダックが一番好きだから、バーダックとラディッツの絡みをなんか見たいんだよ。スパーキングメテオとかだとちょっとあるんだけど、なんかね、いやあるんだよな実際。すごい昔のゲームにラディッツが悟空みたいに記憶を失って、ちゃんとご飯とかを育てながらベジータとナンパと戦うストーリー。なるほど、そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ、しっかりしろ。がっつり穴開いてんな。死ぬっちゅうな、結構嫌なもんだな。初死かこれ。まあな、でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。ここが初めて悟空死ぬの。無印の頃は一回も死んでないのか。うわ声優すごい、野沢さん。悟空勝手に無印時代に。あ、消えたぞ。そうか、神のやつの仕業だな、ミスターポポ。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神様ってどんぐらいの戦闘力なんだろう。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがこの時点だったらなんかそこそこ戦えそうなの。息子はこの俺が預かる。な、何？え、嘘だろ。どうするつもり。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという。全く止めるつもりがない。サイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。なんていいやつなんだ。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。ピッコロがこれ悪いやつだった時期ってあるのか。実際ピッコロ大魔王じゃなくて。その頃地球より神様と混ざる前からあんま変わってなくね。星で、あ、来た、人の腕食ってるシーン。ハゲラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。絶対これナッパとベジータクソ強いやん。しかし面白いことを言っていた。集団戦できんのかな。ドラゴンボールとかヤムチャ、チャオズ、天津飯、クリリンとかで戦えたらめっちゃおもろいんだけど。よし行こう。ラディッツを生き返らせるんだ。こうなんだ、ナッパこれ開口一番にこれが出てくるのいいよな。あんな役に立たんやつはもういらん。あ、そんなちゃんと情あったんだっていう。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのこれナッパ上げポイントです。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、
そりゃいいぜ。ラディッツを生き返らせるんだなって。結構ね、2人はドラゴンボールを使い、ウキウキしながら言ってたの。永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。ダメック星行けよ、来んなよこっち。誰の編が始まるんだこれ。ご飯編が始まるのかな。はあ、悟空死んでる。神様に案内されて修行をさせたく、生身のまま伺ったわけです。あ、悟空であれか。どうか閻魔大王様、海王様のとこ行くのかな。海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。元気玉とか海王拳の練習すんだから。天国へ行けるもの。え、あれじゃない、あの、めっちゃ長い蛇の道行くとかありそう。ほらほら、100キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。海王とかいう有能。そんなに行きたければ海王様のところに。海王拳と元気玉を教えたのはマジ功績でかすぎる。ただこの1億年でわし海王拳、ドラゴンボールスーパーでも使われてるしな。非常に険しい道のりだぞ。スーパーサイヤ人ブルー海王拳みたいな。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ラディッツ閻魔大王に怒られたんだっけ。確かに来たぞ。暴れたけど送ったみたいな。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか。暴れた暴れた。閻魔大王強。暴れよったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。魂状態でどうやって暴れたの。 おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。地球の神より偉い、閻魔大王より偉い、海王様よりも偉い、海王神よりも偉い、全王様みたいなね。要するに、すげえ強いってことだろ。破壊神と天使もいるか。全然わかっておらんな。だが、だから地球の神なんてマジで。頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心だ。なんでそもそも地球の神ナメック星人がやってんだっけこれ。事務処理？よし、この際だ。本当にこいつ本来の地球の神なの。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。クイズ？やっぱりなし。そんな態度では。そもそも神様って自分のことナメック星人って知らないよね、ピッコロと一緒で。そりゃねえぞ。わかった、クイズやろう。破壊神と海王神は同格。そうなんだ。最初から素直にしておればいいんだ。あの、確かにそうだったな。同格っていうかセットなんだ。まあいい、それでは始めるぞ。どっちかが死んだらどっちかもしれない。全問正解しないと先には進ませんからな。え、何これ。ラディッツが言ったのは地獄。え、こんなクイズみたいなのあった。うん、正解だ。ここまで暴れ。よし、どっちが偉い、閻魔大王。あ、ちゃんと話聞いてるかどうかクイズだ。正解。人の話を聞くことにおいて定評あるからな、俺。は、はい。よし、それでは。なめんなよ。ここで裁かれる死者は、いや、もう宇宙人もやろ。うわ、危なかった。若干悩んだ。その通り。まあ、そもそもラディッツ宇宙人だし。前の兄がそうだったでは。ですよね。死んだものを生き返らせる方法はある。ドラゴンボールですね。やるの。一度やったわしの仕事がなかったことに。他にもありそうだよ、なんか。なあ、そろそろレッドリボン軍の技術で生き返らせることぐらいしそう。まあいいわい。今5問目。うわー、残念だが。え、今5問目だぞ。なに、ヒーフーミーボロキャ。いや、びっくり。おい、閻魔大王、お前人の話聞いてんのかよ。お前ちゃんとボタン連打してるカスがよ、しっかり見ろよ。それが真の五問目。さすがにちょっと悟空の方が冷静だったもん。聞こえたぞ、地球の神よ。変だ、中だ、人の話聞かないタイプだから。お許しください。さすが地獄耳。神様が地獄行きなんて。お前ギャグのセンスないの。占いババとかも出てくるのか。海王様のところに行くことを許可し。お、サンキュー。お前やっぱり。これ途中で間違えてたらどうなってたんだろう。そんなことねえよ。全部今みたいななんか言い訳で通るのかな。まあ、ええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。地球人、死んだやつは地球人のみみたいなのやらんでも。海王様じゃなくて閻魔大王様。あ、よくわかんねえか。オラの兄は地球人だぞ。いや、いらない。すげえいらない、バッチ手に入れた。一方さ、地球の方ではご飯編が始まりそうな気配。いや、ここのね、二人の絡み尊いよね。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。なんかこのゲームでは最初悟空がちょっと父親ぶってたから、
ピッコロが父親って感じはしないけど。誰なの？原作はもう完全にピッコロの方がお父さんだから。俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お前が殺したんだけどな。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。ピッコロも内心ヒヤヒヤでしょ。しかし問題はそんなことではない。あんなさ瞬発的にラディッツはなんとか始末をしたが、1年後に切れて戦闘力700なんとかになるやつが、恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。もしかしたらもう父親が俺が殺したなんて言ったら、そうなったら突っ込んできてね、が生き返った体貫通して俺とやつだけではピッコロ大魔王みたいな感じで死ぬかもしれないから、お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。ご飯のこの頃の髪型が好きなんだよ。ご飯サイヤ人編のおかっぱダサすぎて開始。かわいいけど、サイヤ人じゃない、あのフリーザ編の。そんなあまりにもダサい。僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな、ピッコロさん。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。教える才能はピカイチだからな、ピッコロ。修行ってゴテンクスもこいつが教えたからな。何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。スパルタに見えて優しいから。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。いやでもさ、じゃあな。だいぶ舐めてるな。でもこれ1年後にサイヤ人来る言うとんのに、その時の切り札6ヶ月放置はだいぶ舐めてる。その辺の恐竜とかに食われたら終わりだからね、地球。泣いちゃった。家帰るか、ご飯。じゃあお腹すいた。一旦家帰るか。何か食べ物。いや、あんな人の、あんな怪しい緑色の人の言うこと聞かなくて。お前のお父さん殺せない、あいつだぜ。ここでなんかカリン様、カリン島とか行きたいの。なんかいないの。恐竜だ。あれ、俺がさっき殺して肉にしたやつ。まだ気弾も何にも打てないでしょ、だって。ご飯戦いたくない、戦いたくない言ってるけど、ご飯の経歴やばいから。このあれが最後の平穏よ。最初の悟空と釣りしてたのが、マジで最初の最初で最後の平穏よ。この年から一生戦いの日々だから、最もサイヤ人として正しいあれを歩んでるかもしれない。スーパーバトルエリートで降りられないよ、ピッコロさん。どうすんのこれ。保護者しっかり見て見ぬふりすんな。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。ちゃんと心配性だった。だいぶ早い段階で心配してくれた。早っ。おい、まだ1日も経ってないぞ。あ、魔漢子殺法お疲れになった。これでくたばるようだったらそれだけのガキだったということだ。6ヶ月放置とか言っときながら、だいぶピッコロさん早かったですね。まだ多分3時間ぐらいしかやってないんじゃないこれ。 BGM がいちいち。あ、お腹すいた、お腹すいたよ。どうすんの、あのクソガキ。どうすんのご飯。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。こんな一日も経たずして迎えに来るんだったらさ、一度きりだ。今回だけは食い物。最初だけでももうちょっと手助けしてあげればいいのね、最初から。まだ泣いてる。怖いよ、お腹すいたよ。実際これで餓死してたらば。あ、リンゴだ、リンゴが落ちてた。このためのリンゴだったのか。なんで最初リンゴなんだろうと思ったけど、悟空で子育てしてる時このシーンのためにリンゴにしたんだ。あれ、なんで夜なのにこんなに明るいのかな。あ、待って、これはぁ、戦うのか、お月さんか。うわぁ、
まんまるだ。大猿戦満月って初めて。そうで、ここで死にかけるまでハラヘラしてリンゴを食ったことによってサイヤ人の特性でまた強くなった。なんだ。破壊しろ破壊しろ、早く月破壊しちゃえ。大猿来た。あ、やっぱ戦うんだ。何、いや大丈夫、俺には、ま、思い立ての魔漢語殺法がある。いや魔漢語殺法ジュワリジュワ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 。なぜあのガキが大猿に。なんだなんだ、ジュワリジュワ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 。ごわーダサすぎやろ今。あぶね、どこだ俺が今いる位置。これでどうだ。いやこれもなんか突っ込むか。あーやべ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 、あーべべ、はい突っ込んでアタック。さっきこの謎の突進技のレベル上げたからこれだけちょっと火力高い。オールログレベルになった、吸収されてる。ワンパターン助かった。これはベジータの大猿戦とかでも全部ありそうだ。危ない、やばいよな、これ普通にキーボーとんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時だ。これ英断ですよ。でも月よ、そうか、満月だ。思っても行動に移さないよ。脳筋すぎるんだよ考えが。そうはならんやろ。有能ではあるんだけど。じゃあ月怖そうはおかしいでしょ。これは全部たった一日の出来事。いやこれはね違いますよ。大猿ご飯だけもう先にしといて、あいつらが来てあいつらが大猿になろうとしたら突き消せばいい。サイヤ人の力、変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。それかあいつらが大猿になった後に壊して、クールタイムでみんなで寄ってたかってボコボコにするっていう。俺は自分の修行をせねばならん。出た、もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様じきじきに地獄の特訓をしてやろう。亀仙人も壊したね。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。一方その頃、なるほど、孫悟空は海王様に、これで場面が映るのか。蛇の道をひたすら走り続けていた。すごいね、なんか思ってた100倍しっかりやるんだな。ついに目的の地にたどり着いたのであった。あ、蛇の道はでも勝手に行くんだ。蛇の道も走らされるかと思ったの。これアニメの時やばかったからな、一生蛇の道走ってたからな悟空。本当にずっと走ってたからな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に1年過ぎちまうぞ。昔のドラゴンボールの引き伸ばしやばいんだね。はあ、ナメック星崩壊まであと5分って言ってから多分5ヶ月ぐらいやったの。あれ、なんもねえ。上にあるぞ上に。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。パブルス君だっけ、あのゴリラみたいなやつ。あそこに海王様パブルス君もいる。やった。え、でも誰と戦うんだろうこれ。やっぱりだ、うちがある。修行相手いなくない。さすがに海王様と戦うわけにもいかんだろうし。ここに海王様がいんのか。布団が吹っ飛んだ。いた、ゴキブリ。 おめはドライブ楽しんでるかい。海王じゃ。こんな声だったか、北の銀河を司るもの。異名かっこいい。緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。笑っとけ笑っとけ悟空。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。あはは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 は、お前ぶっ殺すぞ。何お前、何しにここに来た。
悟空ノリ悪いからな、普通にこいつ。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。人の心とかわからんか。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。やっぱ声変わってんのか、そりゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやろう。まずはバブルスク。あ、なんかあれもいたよな。この海王様をバッタみたいなのもいたよな。シャレで笑わせてみよう。謎のバッタいた気がする。オラがシャレをか。布団が。お、え、あー、でも多分これ上と下はパクリ扱いされるんだろうな。布団が布団だ。ジャンプスーパースターズの4コマの上必殺技。笑った。海王様が笑ったぞ。これ天津飯も苦戦したからな、これ。お前ただもんじゃないな。みんな海王星で修行したから。うお、終わりか、これで海王編も。長かったな。どう考えても師匠枠だ、教えてやるぞ、最高のギャグ。いや、ギャグはいらないんだ。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。みんな海王星に修行しに来た割には誰も海王拳すら覚えなかった。どのやつか見てやろう。クリリンが元気玉とかね。クリリンは海王星行ってない。天津飯とかヤムチャとかせめて海王拳ぐらい覚えてこいよ。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。何の修行をするんだろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。最強の二つ。しっかり決め技とフィジカル技両方応募しててのが偉いわ。